はい、皆さんこんにちは、シスです。ロマンシングサガ RS 新しいガチャはサガフロ。いや、またサガフロいや、でも私最近サガフロ実況してるので、この人選はまあ嬉しくもある。そしてジョーカーの正体めちゃくちゃネタバレされてる。というわけで今回はこのガチャの評価をやっていこうかなというふうに思っております。一応ね、最後にこのガチャを引くかどうかの結論とかそういうところはお話しする予定ではありますが、ちょっとね、今回は性能は控えめかなというふうには思っております。どのあたりがちょっと微妙なのかっていう部分、いや一方で結構面白い部分もあって、どこが面白いのか、そういったところを、まあ私の個人的な感想にはなるんですけども、話していこうかなというふうには思っております。いや、特にね、私みたいなおはがちゃ70連してアスラとコンスタンツみたいなを×評価ばっかしたキャラ引いてんじゃないかみたいな運が悪い方もいらっしゃると思うんですよ。で、そういう方がせっかく引いたけどどこで使えるんだろうみたいなところにも参考になるようにはしていきたいなというふうに思っております。そして評価の方はこちらの表。まあ私最近10ガチャ中急転上しまして、めちゃくちゃ運悪いんで、結構厳しめに評価してるかもしれません。なるべくスルーしていきたいなという気持ちが現れているかもしれない。評価の方は高難易度目線中心、螺旋回路高層ボス、追憶の幻灯状。幻灯状は今回から次回予告出たじゃないですか。8月の頭に新しい幻灯ボス2体いきますよっていう、そこを考慮して評価することにしています。まあ予測にはなるんですけども、公式発表から魅了、混乱、あとファスト、そして OD の溜まりやすさ、あとは威力のあたりは評価できるかなというふうには考えております。で、最果ての決戦とエッグ、他高難易度は将来性含めての評価になります。そして最後に周回。さあ、そしたら早速見ていきましょうか。このジョーカーは仮面に乗っ取られたタイプか。アビリティの方から、いや、ジョーカーね、今回めちゃくちゃアビリティ強いんですよ。でそのアビリティを相殺するくらいデメリットもあるんですよ。いや、ある意味めちゃくちゃ面白くはある。ターン終了時、自身の状態異常を解除、確率大 37%、 これ重要、 37% で状態異常回復これ後から出てきますね。で、味方生存者全員生存してる場合に自身への攻撃回避特大なんで 50% 回避、相当でかいですね。で、2番目、ウィーク攻撃の余ダメージ上昇効果極大 30% で、ウィーク攻撃なんで敵の耐性がマイナス35以上以下っていうのかなの、属性の攻撃をした場合ですね。で、さらにウィーク攻撃命中時にヒートアップ効果中なので 10%、 まあよくあるやつですね。5回上限でマックス 50% まで上がりますよっていうのが、今回はターンとかではなくウィーク攻撃ヒット時にあります。で、さらに BP を1回復します。いや、ルナティックだけでルナティックだけで 80% アップしてますからね、火力。そして BP も回復している。あ、そうだ、そしてルナティックは自身に防御弱か不要効果2ターン、防御弱か小なんで 15% かな。まあ実質ウィーク攻撃ずっとしてることになりそうなんで、まあずっと 15% 弱か入ってる感じかな。そしてさらに通常で効果極大余ダメ上昇 40% 上昇があるので、基本的には最小 70%、 まあ弱点に 70%、 まあこういうキャラは弱点に使うと思うので弱点に 70%、 そっからアビリティで 50% ずつ上がっていき 120% という形かなというふうに思います。そしてこの余ダメージ上昇、これだけではないんですこれだけではない技の方もありまして、こう技でもヒートアップ付与するんですよ。 LP1 使うんで、まあ5回までしか打てないんですけども、こちらのヒートアップ効果大 15%、 ヨハンが持ってきていたやつですね。で、これで 75% 上がります。ということはマックス 195% 上がりますおい、やばすぎだろ。さあ、
技の方を一個ずつ見ていきましょうか。覚醒するとビビーに威力 E のランダムな敵に2回攻撃。まあ悪くはないけど、そこまで対応するかと言われたらどうだろうか。体力を低下させる効果症。いやでもジョーカーの場合はちょ後で言うんですけど、この3技が使いにくくもあるので結構出番あるかもしれませんね。で2番目、こちらがメインウェポンになるかなというふうに思います。覚醒すると BP8 威力 D の盾2回攻撃、シンアウナスみたいな感じですね。 D 威力なんだけど2回攻撃するんでかなり火力が出ると。しかもジョーカーの場合はアビリティの余ダメ上昇もでかいので相当火力出るかなというふうには思います。で火力だけじゃないんですよ。命中時に体力低下小、気温低下小、これ 2ヒットなんで、2回発動します。 15%×2 マックス 30% デバフ。特に器用さデバフ 30% は相当にでかいです。で BP8 なんで、でウィーク攻撃すれば BP1 回復、 BP4 回復キャラ、つまり2ターンに1回 30% 実質デバフ大を2ターンに1回打てると考えるとかなりいいんじゃないかなというふうに思います。ただ一方で懸念点は知力が結構低いんですよ。 86% なのでデバフが結構入らない敵っていうのも出てきちゃうかもしれません。このあたりは他高難易度の評価のところで詳しく話していこうかなというふうに思っております。で最後に、いやーこれが曰く付き、覚醒すると BP10 威力 4S 相当強いっす。ランダムな敵に攻撃、狙った敵 はいけないんですが、まあ1体しかいないボスとかであれば全く問題がない。そして自身にヒートアップ不要、さっき言ったやつですね。でさらにこれ問題ありまして、自身を強戦士状態にする効果4ターン。強戦士状態はこちらが行動選択できなくなります。まあ勝手に動いちゃうので相当なデメリットかなというふうに思います。まあ私のイメージでは、この前来たこの前ちょっと前に来たサガフロ2のヨハン、めちゃくちゃ火力アビあるんだけど自身が毒になるとか結構デメリットあるよねっていうキャラいたと思うんですけど、あんなイメージかなと。だからハマれば強いんだけど相当に使いにくいキャラになってるかなというふうに思います。ちなみにこの強戦士状態、かかるじゃないですか。これどうすればいいかっていうと、こちらです。ここで出てくるんですよ、ハイド&シーク、確率 37% 状態異常解除だ、一旦強戦士になったら、37% で解除してくれるのを祈るっていう戦い。まあなんで狙って3技を連発することはないかなというふうに思うので、基本的には器用さ下げながらウェポン、2番目の技をメインに使っていくのが基本的なスタイルかなとは思っております。そして評価の方、螺旋回路高層ボス、これは味方に影響を及ぼさないし短期難しいので×で、追憶の厳冬場、こちらは丸評価にしました。いや火力は申し分ないんですけども、まあ基本的厳冬上は全て弱点なので火力アップする一方で常に防御弱化 15% の状態で戦わなければいけないというデメリットがある。いやぶっちゃけて言うと、クジンシーとかクイーンであれば、あデスマスターもかな、そのくらい全く問題ない、20丸つけてもいいくらい戦えるとは思うんですよ、今のステータスであれば。ただ新しいボスがどこまでそういう防御が弱い状態で戦えるかっていうのもわからない部分ありますし、ちょっと控えめにしてしまいました。まあ自身 50% 回避も持ってますし、ここは丸ではなくしっかり育ってさえすれば20丸火力でガンガン押していけるんで20丸くらいになるかもしれません。で一応 S スタイルから麻痺持ってくることもできます。で最果ての決戦と、こちらは期待してるのは狂乱です。基本的に最果ての決戦とって、まあ、1ラウンド2ラウンドは全体とかで、まあ、2手ずつとかで突破して、
まあ、最後、まあ、一手ずつとかだな、突破して最後に単体、強い単体ボスが出てくるっていうパターンがあるんですよ。なんでジョーカー以外で1ラウンド2ラウンドを突破して最後3ラウンドのボスを、まあ、一斉攻撃するときに、まあ、強い単体欲しいよねっていう場面あると思うんですけど、そこに狂乱を使うっていうのは悪くないかなというふうには思ってます。相当いいかなというふうには思ってます。ただ懸念点としては突属性しかないというのがあるので、かなり刺さる場所は限定的かなと思い、×から三角という評価にとどめております。あとは D2 回縦技がアーニャさえいれば3ラウンド中2回打てるので、縦の場所でも活躍はできるかなというふうには思います。ただこちらの評価、過去の限定スタイルは非表示前提の評価になってますんで、基本的にはアーニャがいない前提での評価になります。でエッグはやはりこのペラペラ防御は何か食らっちゃったら終わりという部分が あるんでちょっと使いにくいかなと。まあ、火力リアムの代わりには難しいですよね。てかリアムめちゃくちゃ火力出るのに、旧リアムしっかり防御アビ持ってますからね、あれは強い。で他高難易度、ここは迷いました。×から三角なんですけども、正直三角つけようかと迷ったくらいです。他高難易度、私の評価の中でここに三角がつくっていうのは結構いい評価になっております。で私がここに期待してるのは火力ではなく器用さ低下の部分になります。実質2ターンに1回 30% 下げられるっていうのは結構にでかい。ただ懸念点、悪い部分としては縦なので全体ではないこと、あとは小を毎ターン打つのと大、まあ 30% か、小2回を2ターンに1回打つのであれば、まあ、基本的には小を毎ターン打った方が安定ではあること、まあ、30% 一気にボーンといけるのはラウンドの変わり目とか敵が弱体解除した後とかに一気にかけられるっていうメリットあるんで一長一短なんですけども、まあ、安定性みたいな回避パーティーの安定性で言うと、個人的には小毎ターンの方が好きかなっていう部分。あとは先ほど言いましたがジョーカーの知力が低いので入らない場面があるんじゃないかという懸念、ちょっとそのあたりがいまいちかなと思ったりして下げてしまいました。ただ一方で回避パーティーって火力が出ないんですよ。聖王の回避パーティーってまあ今は回避に余裕が出てきたんでリアム入れるとかいうパターンもあるんですけども、今後ギリギリの回避をしなければいけないような場所が出てきた時に、まあ、ジョーカーだったらついでに高火力も出せるんで便利だよねっていうパターンはあるかもしれないなというふうには思っております。そして周回は1ラウンドボスに対しては 4S 技がアビリティ 70% 余ダメ上昇で打てるというところで、まあかなり刺されば強いかなと思い20丸つけております。で一方で2ラウンド3ラウンドは技が打てる技がないのでちょっと×です。ただアーニャがいれば2ラウンド周回は、D2 回の縦技、これ2番目のクルーエルダンスですかね、これが2連続で打てるので2ラウンド周回に関してはアーニャさえいれば出番がある可能性はあるかなというふうに思っております。いやー結構ピーキーですよね。ヨハンが結局めちゃくちゃ火力あるスタイルだけど、出番がないっていうのがあって、いやなんかそれのさらに尖らせたバージョンみたいなイメージを個人的には持ってます。ハマれば強いんですけどね。まあただ今回は器用さ低下の面白い技も持ってるんで、ジョーカー今回のガチャの中では私は一番注目しているキャラではありました。そして2キャラ目、エミリアは今回10、まエミリアさんはコスプレできますからいろんな武器種使えますよね。いやーただいろんな武器種が使えるっていうのは良くもあり悪くもあり、エミリアさん前回体術キャラだったんですよ。素早さと腕力依存の技を今回のエミリアに持ってきた場合、ちょいまいちになってしまうんですよね。10キャラだから器用さ依存なんですよこのキャラは。そしていやアビリティの内容がもう新しい幻灯特化なのではないかなというような技とアビリティかを持っております。アビリティの方、
タイプが攻撃である技術を命中させた時、確率 25% でドライブエナジーショットが発動します。ランク1の発動、これ後で説明しますけど、今回最も注目される技になっておりますね。そして2番目、ターン終了時自身の BP を回復する確率中 25% でプラ6、そしてバトルグレートテンションと余ダメージ上昇効果極大 30%、 そして BP11 スタート。まあ確率回復っていうのは使いにくくもあるんですけども、 BP は一応期待値 4.5 回復キャラ、かなり BP 周りは良いキャラになっております。そして注目は技ですよ。まずは覚醒すると BP1 威力 C の単体、まあ強いですよね。そして覚醒すると BP6 威力 S のディレイ単体、まあ強いですよね。ディレイも便利なことが多い。そしてこれ、まあ逆に言うともうこれしかないかもしれん、エミリアさん。覚醒すると BP11 威力 3S、 自身以外の味方全体のオーバードライブゲージを上昇効果死傷。来ましたよ、新しい幻闘ボス。先制取らなければいけないからオーバードライブが重要という予告ありましたよね。自身以外なんですが、まあ味方全体オーバードライブゲージ上昇効果消はだいたい10から 15% くらいかな、するっていう技になっております。今回これがめちゃくちゃ面白い。覚醒して BP11 なんですが、このキャラ期待値 4.5 回復なんで、そもそも5ターン中2回くらい打てる。でさらによ、アビリティの方で攻撃命中時に 25% でドライブエナジーショットが発動。もうだから5ターン中3ターンくらい味方オーバードライブゲージを上昇させることができるっていう面白い性能を持ってます。で自身はオーバードライブゲージ上昇しないんですけども、まあ一応この追撃があるんで手数が増える分、エミリアさんはオーバードライブゲージ上昇の機会が多いというところで、まあ自分が上がらなくてもなんとかなるかなという感じはします。まあただリアムみたいな多段攻撃キャラが一番早く溜まってしまう可能性はある。そして評価の方、螺旋回路高層ボス、こちらは味方に影響を及ぼすのが、まあ、オーバードライブゲージなんで微妙で×。そして追憶の幻闘場、こちらはね迷ったんですよ。多分新しいオーバードライブゲージが重要な先制取らなきゃいけないっていうボスに対しては20丸つけてもいいくらいかなというふうには予想をしております。ただ一方で微妙。いや普通に火力とかは申し分ないレベルでは出ると思いますし、味方オーバードライブ上昇っていうのは別に新ボス以外でも役に立つ能力なのでめちゃくちゃいいんですけど、範囲がないのがそこだけが懸念。まあただ範囲なくても他のキャラで銃はカバーできると思いますし、普通に活躍するかなとは思っております。で丸評価、最果ての決戦とこちらの方は使わないかなと思い×つけております。いやーやはり単体しかないという部分、そして一発や運用のまあ強い単体っていうのもそこまでではないっていうところ、そして属性がダしかついていないというところもあって、まあ使いにくいかなというふうには思ってます。でエッグもちょっと甘味を継承してきたらとかいうのがあるのかもしれませんが、まあここは甘味ない前提での評価ですし、まあ正直甘味を継承してきてもどうだろうかなっていう部分はあります。で他高難易度、まあここも、まあ、基本的には甘味を持ってきて、まあいまいちみたいな話しましたけど、まあ甘味を持ってくれば何かしら使い道はあるかなというふうには思っておりますが、甘味がない前提での評価ね、そうなると、まあ、防御もないし、まあ、高難易度は微妙かなというふうに思っております。で周回の方も1ラウンド目から 3S 打てるっていうのはもう今となっては全く珍しくもない。そして2ラウンド3ラウンドも単体しか打てないというところで×としてます。まあおそらくは完全に新しい幻闘特化のスタイルになってるんじゃないかなというふうに思ってます。もし次の幻闘を見据えるのであれば確保してもいいのかもしれませんが、
まあ、私としてはそこまで本当にエミリアがないとクリアできないってことはないのかなというふうに思ってます。まあ、ファストでもいいということで、まあ、リアムのクイックドローとかもありますし、なんか銃で苦労する未来が見えないんですよね。まあちょっと言い過ぎかもしれませんが、まあ、ただ幻冬では活躍するかなというふうには思ってます。そして最後ヒューズは棍棒できましたね。いやだから武器種変えてくるとさ、過去の技使えないよ。せめて銃が使える弓とか召喚とか器用さ依存できてくれればいいんだけど、まあ警棒の棍棒ということになっているようです。アビリティの方、攻撃命中時自身極小回復、そして BP プラ1、そして2番目がカウンター、攻撃を受けた時直接攻撃に対して被ダメージ軽減しカウンターで、カウンター技が威力 B の単体で、こっからよ、命中時対象の知力を低下効果症で一応麻痺、ランク1で発動なんで、まあ知力低下は 10% なんですが、カウンターするたびに知力低下が入る、まあいわゆる工場のお玉さんの知力バージョンみたいなイメージかなというふうに思っております。これかなり面白いです。ただいろいろあるんで後で話していこうかなというふうに思います。でテンションアップ、栄養ダメージ上昇超極大 40% ですね。まあ防御アビがないんですが、一応極小回復してくれるっていうところでなんとか耐えるキャラかな。でまあカウンター直接攻撃であれば被ダメージ軽減と 35% かなの軽減が入るんで、まあそこそこ硬いのかなとも思います。まあ欲を言えば、もっと硬いアビだったらよかったのになと思うんですが、ついてるのは火力というね。そして技の方、これ連達されたんですよ。ブローヒール連達されたら、覚醒すると BP3 毎ターン打てるようになった。これマジで嬉しい。 HP 回復小を毎ターン打てるっていうのは相当に強いというふうには思います。まあ耐えるキャラじゃないんで毎ターン打つことはないかなというふうには思いますが、消費3になったっていうのは相当強いかなと思います。そして2番目、覚醒すると BP5 威力 A の盾、まあ以上って感じかな。そして3番目、覚醒すると BP9 威力 B の全体、命中時にモラルダウン中を付与、効果2ターン。まあ BP4 回復キャラということで、まあ2ターンに1回近くは打てるんですけども、ファストがついていないということで、まあでヒューズが、足がそんなに速くないということもあり、どうだろうか。モラルダウン中を常に継続して相手にかけておくっていうのは結構厳しいかなというふうには思います。ただ一方でこれ全体なんですよ。全体モラルダウン中っていうのは相当に嬉しくもある。そして評価の方、螺旋回路高層ボス、一応モラルダウン中が打てるので×から三角という評価にしております。ただどうだろうか、毎ターン常にモラルダウン中状態、 25% ダウン状態を維持するのは難しそうではあるので、ちょっと評価落とし気味かなというふうにしてます。で追憶の幻冬状、まあどうだろう、私は三角評価使えなくはないとしてしまいましたが、安定性を求めるという場合、敵のダメージが痛いよとかいう人にとっては一応モラルダウン中打てるし丸くらいつけてもいいかなというふうには思いますが、まあこれといって際立った感じはしないかなというのが正直な意見です。まあ便利なんですけどね、モラルダウン中全体に付与しながら一応全体打てるんでデスマスターとかもいけますし、で困ったらブローヒールで回復しとくっていうので便利なキャラではあるんですが、まあ特段どうかなと思い三角にとどめました。で最果ての決戦と、こちらで役に立ちそうな技がないので×としております。そしてエッグでもやはり防御アビないので持っていくのは難しいかなというか、勝手になんかまあ仮にカウンターができたとして、カウンターして知力下げ勝手に発動したら防御、弱体解除かされちゃったりしますしね、まあエッグに連れてく性能ではないでしょう。で他高難易度、ここですよ。ここ面白い点が2個あります。
一個はこのモラルダウン中全体。いや、モラルダウン中全体って結構貴重ではあると思うんですよ。一応全軍突撃のミカエルが使えるんですが、こんなに高回転では撃てませんし、高回転っていうか、あの向こうは LP 使うんで、あのたくさん撃てませんし、となるとあとはモラルダウン小のマリンボールとかになってしまうんですよね。あとは女神の天井の調べとかですかね。いや、だからこの性能はかなり面白いとは思う。ただ懸念しているのは、先ほど言ったように、まあ、先制取れなければ実質一ターンしか持たないことで、まだそれはいいとして、モラルダウン中を付与したいくらい敵の攻撃が痛い場面で、防御アビがないヒューズさんが生きれるのかっていう問題がありまして、いや、バーバラと一緒に使うとかいうのがあるのかもしれませんが、ちょっと自身の防御アビがないっていうところで相性悪いかなというふうに思い、微妙かなというのが個人的な意見です。で、もう一個、こちら直接攻撃カウンターで知力ダウン、これも面白いんすよ。面白い。いや、なんだかんだ腕力バージョンのおたまさんが時々活躍するじゃないですか。なんでこれで知力ゼロにしてやろうぜみたいな、面白いんすけど、あの知力依存 技ってさ、間接攻撃なんよね。だから直接攻撃で知力下げてもあんま意味なくねっていういや、両方撃ってくる敵がいて、まあ近接直接技をカウンターで知力下げて、間接の知力技のダメージを下げるとか状態異常を回避するっていうパターンは全然あるかもしれませんが、ちょっと噛み合ってないんじゃないかなっていうのが個人的な意見でありまして、いやー、面白い。両方面白い。モラルダウン中も知力デバフめちゃくちゃかけんのもめちゃくちゃ面白いんだけど、今回は苦渋の選択で×にしました。いや、ちょっと厳しい評価かもしれません。あの、どっかで使い道が来るかもしれませんが、ちょっとないかなというふうに思い、私は×をつけてしまいました。で、周回で使うような技もないですし、こちらは×としております。というわけで、以上が私のジョーカーガチャの評価になります。そしてこのガチャを私が引くか引かないかで言うと、いや、もうそんなんさ、直近10ガチャ引いて9ガチャ天井おわ天井突破してる私が引くわけがない引けるわけがない。なんといってもキャンディーライザガチャすらスルーしようとしてますからね。まあ私はこの後おはガチャでは追っていこうかなというふうに思ってますんで、まあジョーカーが出たら火力あるしどっかで使えるかもしれないとか、まあヒューズが出たらさっき言った面白い要素が来ないかなって言って×つけましたけど、まあ来るかもしれないっていうのもありますし、エミリアは幻灯活躍ありそうですし、まあ甘味継承は個人、まあ甘味持ってないっていうのもあるんですけど、まあどうかなっていう部分あるんですけど、まあエミリアもね、どっかで活躍しそうですし、幻灯で活躍しますし、まあ悪くはないのかもしれませんが、まあ今の私が引くまではない、引くガチャではないかなというのが結論です。というわけで、あのジュエルがなくなってきてだんだん評価が厳しくなってきてるかもしれませんが、あの毎回一応公平な立場で評価してますんで、あのもしよろしければ気になるよって方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。また、高評価低評価、何かありましたらね、ぜひ押していただけると嬉しいです。ではご視聴いただきありがとうございました。